でもよかったら見てほしいと思うので。なんかマミーと私の目の開き方の差半端ないな君なんでそんなニコニコしてるんだい愛想を開こうかなと思って。距離感か、これが同じ距離感。君なんかあのこのフードのせいで、フードとマスクのせいで頭が大きく見えるよ。うん、ほらほらほら重さってなっとるなマスクのせいで顔が大きく見えるけど、これあの顔は小さいんだよ。あと前髪とかこの髪型のせいもあるけど、めっちゃデコ広いやん。うん、マスクって恐ろしいよねえ、全然小顔効果ねえよで鏡代わりにする。いや実はこの距離で全く自分の顔見えてないね。あ、モミも見えてねえよ。モミ。なんかこのつけまはね、なんか怖いって。一応メイクしてるんだよ今日。ちゃんとメイクしてるんやけどね、なんかね。ほらほらほら、あ全然わからん。全然わからんよね。うん。ま前からライトが当たればあれなんやけど、上からと下からしかないからね。正面ライトが欲しいです。ない。ないって。輪っかのやつ、輪っかのやつが欲しい。あれやろ？でっかいやつな。あの美容系 YouTuber 使ってる。そう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 。まあでもね、美容系とは程遠いので私たちは。貧乏系 YouTuber としては。鼻が下がました、鼻かくない。ここ、でも鼻じゃないよ。正確にはここだよ。ほうれい線？うん。なんか、一つ、なんだい？動画始まってからずっと思っとることがあるね。うん、なんかえらい目元キリッとしてない、こっちからやと。本当や。なんか近いよね、なんか眉毛とか。そう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 。あとね、まだ喋ることあるっちゃあるけどね。いつも通り長い動画になるな。トークブログじゃ、トークブログ。本当やな、トークブログやなこれ。まあいいか。うん。ほんの先日3日4日ほど前ぐらいなんかあったっけ？にちょっとお友達が赤ちゃん生まれて。そうやそうや。見に赤子にやってきた。お祝いと、うん、かわいかった。見に行ってきた。なんか猛吹雪の中、風に飛ばされながら、はい、若干 TM レボリューションになりながら。やればよかったんや。いやもうそんな余裕ないぐらいの恐怖。ね、あれはやばい。もう空飛べそうやったもんね、あれ。暴風雪っていうやつ、うん。ホワイトアウトやったし、何年かぶりじゃないよ。ホワイトブレスじゃないよ。そうか。まあひどかったわあの日は。でもあの日どうしても出かけんそうる用事があったんだよ。あったんだよ、うん、やからまあ午前中から出かけてって、でああなんかもうせっかく出たしそうやと思って、でその友達のところにもうちょっとね妹的存在のその友達と私初対面なんですけどね、うんうんうん、なんかどうやら動画を見ていたらしく、コスプレ親子と言われてしまいましたよ。そうそうそう。今日はコスプレじゃないんですねって言ってたね。なかなかに美人な子だった。待って、でもこの動画を見るんやろ多分。うんうん、おお。美人の上にいい人や。そう、性格良し、顔良し、あれ、なな、スタイル良し。料理すごいうまい、家事最高に完璧で怒らない、もう心が広いやんね、なんていうの、嫁にしたい人ランキング、友達の中での嫁にしたいランキング第1位、群を抜いての1位。ああ何十ランキングつけとるんやろと思ったの。なんていうかな、こう人って同じ人間だと思えないなって自分を見て思うわ。思う、うん、不公平や。私なんてこんな、ま、私なんてっていう言い方好きじゃない。だけど今あえて言おうよ、料理雑。うん、いやうまいよ、飯はうまいよ、飯はうまいけど雑。うん、うん、品数も、まあ、これは生活的に厳しいから少ない。まあ、量は多いけどね。まあ、掃除はちょっとサボりつつあるな今。うん、お思い出したので雑吉と呼べみんな。やっておこうでは。雑吉。そう、雑吉なんだよ。解明するか。ね。雑吉って。
で、じゃん。そうやな。ほんと、雑な人間や。ね。お掃除機は基本私はかけない。ね。うん。それは旦那ちゃんの仕事です。私もヘルニア持ちなので、ね、掃除機は無理です。で、あのハンディ掃除機とかあったらいいなと思ってメルカリとかで見とるけど、で、なかなかないしなと思って、本来だったら電気屋で安いやつ買った方がいいなとか思ったりして。ね。ね、うん、そう。まああとガムテープでペタペタしたりな。ね。うん、なんか私の相づち雑じゃない？ね。ね。ねねれなんぬ何ぬねぬ、ね、もう何をで返事をする女やな、ね、でも最近はよくドンって言うよね、うん、オンとかドンってこの間何やったっけ、何かあったっけ、あ毎日いろいろあるから全然何よあなたかな、なんか私がじゃあそうや何々を取ってくれかなんか言うたんかな、えちょっと待って、そのまま続けて、何々してもいいかい、クロワッサン、ああそうや、あだから白子はクロワッサンを食べとってんな、でそんだけそんだけみたいなで腹ペコのオイラが一個欲しいなと思って、あくのくクロワッサンって言ったらドンッとりあえず通じて返事が変ドゥンって返ってきて、なんか無事にもらって食べたって、なんかとりあえず会話じゃねえよな、そうドンっつってんて、うん、会話じゃねえ、会話で会話が成り立ってちゃんと通じ合えている俺たちじゃん、これをでレン血がどうのっていう問題だけではちょっと済まされんぐらいの意思疎通恐るべし。もちなんか超前掛け状態になってなんかぐる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 して。ダッセーぞかわいいというわけでだね、なんか話も長くなってしまったけども、いいじゃない久々のトークブログでも、こんな長いとねみんなそんな見る気ないなくなるよね、うん、作業用ブリッジ M、 あそういえばなんか、あ今度は何や、今日この動画からで私が作曲したオープニングとエンディング曲、作曲っていうほど大したことじゃないんやけどね、まあ、結構何日もかかったんだよ結構苦労したからね、やり直したりして、ね、何回も、ね、うん、なんかここがなんかここがいいながら、まあ、はしょってしまう、まあまあというわけで、まあそういうわけで、何がそういうわけでというわけで多いな、おい口癖みたいな、ファンライフツイッターも、多分ファンライフから白子のところにも行けるかな、マジか、うん、わしのフォロワーとかフォローしとる、そうなんや、うん、から飛べるかな、私まともなこと言ってないけどね、大丈夫大丈夫、十分普段からこの状態やから、嘘やろ、うん、大丈夫大丈夫、うん、あんま愚痴は言ってないよ、うん、嫌いやから、うん、だから逆に愚痴を言う人も嫌いや、そうだから、うん、あなんかしつこく愚痴取るなと思ったらフォロー外す、うん、躊躇なくそうそうそう、じゃないとね自分保ててないから、うん、噛んだよいいこと言ったところで、うんうん、保てけってな、うん、はい、まあまあまた今年もよろしくね、じゃあさっき言ったよな、言ったね人間は一つのことをやろうと、次に一つのことをやろうとしたら前のやってたことすぐ忘れる俺たちによくあることや、人間味ありすぎるよ、前はちょっとどっかでカットもするやろうけどじゃあまたちょっとなるべく動画編集できんくっても動画投稿するわ、頑張って、なんか短いさ、うん、10分ぐらいとかの1分てか、なんか、うん、なんかツイッターに載っとるやつをこっちにも持ってきたよみたいなとか、うん、とかなんかヘリウムガス遊んでみたって言って5分ぐらいのとかさ、本当やな、そういう短いのも多分今年は出していくかなと、うん、ちょこちょこ出していこうよ、まあ、短い次第やけどな、いや出す出す、がもうガンガン出していくので、なんかもう言ってみたらわーだけど、ね、マジ数ヶ月ちょっとペース上げてかいよね、うん、
ちょっともうちょっとね、週になんか顔色悪っ2回ぐらいアップできたらいいなとは思うけどそんなペースで、うん、だいぶハイペースじゃない、うん、ね、だって実際そんな暇じゃないから本当に忙しいから。私も編集できたらいいんだけどね、うん、ちょっと今やることあるから君はずっときっとそう言って